大根と、がんもと、ちくわぶと、と、おでんを選んでる最中に財布がないことに気がつき、が、好きですと言って店を出る。ただの自己紹介で大草原。店員、だからなんやねん。実はゼネコで。コンタクトあったよ。お前すごいな。マサイを超える視力。すごすぎー。実写化希望。上司がクソなんです。なんとかなりませんか？直接言いに来るとか、見直したよ。見直したよ、クビな。この後、試合開始。話せば、分かってくれる人でよかった。メイのドアホ、もう知らんわボケー。めっちゃへこむ時もあんねんけど、基本、痛快エブリディア。裸になったら、もっときしょいで。ほな、ラピュタちゃうかー。大阪でアニメ作らせたらあかんわ。でもお考えよには、空から女の子が降ってくる話らしいねん。ラピュタやないか。空から女の子が降ってくるアニメーションは、ラピュタに決まってるやないか。どうした化け物、かかってこい。チェンジを絶対にしない、伝説の男。上は80、体重は100キロ超え。相手の容姿でひるむことはなかった。さすがは最強の男。なんて綺麗な目で言ってんだ。いい人だけど、身長 170km あるのがなぁ。超人類。地球潰れる。前屈しても 100km くらいある。ブスを優しい言い方に変えてあげてください。可愛さ 95% オフ。糖質オフみたいに言う。一体、残りの 5% は何なんだ？ 5% は性格やろ。察してやれ。忘年会で終電逃して朝帰りしたら、嫁が最終形態で待ってた。忘年会、楽しかったかしら？もうダメだ、おしまいだ。シャバブリタッチ変身。ん？父さん、今日から暇次郎だ。ニート。ん？じゃねえよ、暇次郎はロタ。どんこ錦も。ただの悪口で草。確かにそうやけど、直球はロタ。誰、ラーメン食べちゃったの？誰もいるわけないでしょ。獣だろ。タヌキかサルかのネズミか。今のパパの潜入、なかなかの出来よね。最後のコマで、じわじわ来る。のび太さん等か、のび太さん等かに大草原。信長様ぁ。やすけ。消防車を呼べ、やすけ、カジュアルだな。休日出勤。本当にごめん。子供にそんな名前つけて、役所に届け出したの。何やってんだお前。今日も、休日出勤くんはお休みか。ごめんで済むか。なんだ、お前は、こんな問題もできんのか？もう一回小学校からやり直したらどうだ、ああ？のび、ドラえもんはもういないんだぞ。切ない。バッドエンドかよ、右下スネ夫で、左下できすぎ。照明の紐を、置きずに引っ張りたい時のポーズ。あるあるすぎる。実際にやって、足つった、横着すな。いい？ドラえもんの世界で、一番可愛いのは私なの。今度男どもに色気使ったら、こんなんじゃ済まないわよ。静香ちゃん子は、安定のブラック静香さん、なぜか脳内再生できる。群馬県で、センター試験、偏差値、センター、追い抜く試験、むしろハンター試験。コンビニでバイトしてて、温めますか？にウェルダンで、と、返してきたやつが頭から離れない。こんなん笑うわ。この顔は言ってるわ。そりゃ離れんわ。ショートコント、ファミレス。ウィーン。何名様ですか？孔明様だよ。画像がずるい。見事な模範解答、ドヤ顔。やっと気づいた。この仕事、資格いるみたい。アウトー。今気づくんかい、潜り。見て見て、朝に食べたほうれん草。汚いな。いつまで口に含んでんだよ。
右のやつは、トマトで取る。写生は絵の基本だ。正しく見て、正しく写す。何でも好きなものを写生してきなさい。伸び、しまえ。写生の意味を勘違いした伸びた。毒、廊下で立ってろ。東宮に、旦那の顔を覚えさせる。こいつを見たら突進よ。わかった。うし、承知した。恨みが強すぎ。失ったものばかり数えるな。リーブ21の CM が神。希望の数だけ数えろ。仲間がいるよ。これから生やせばいい。嫁のいびき、嫁の手料理、嫁のすっぴん。わろた。嫌がり方が露骨すぎる。骨だけに、死してなおも苦しむ。森崎雄三、IQ21。ひっく。すごい胸張ってる。9割筋肉やからしゃあない。ピッコロ3、ピッコロ4、ピッコロ5。うるせえ。ピッコロ、98。ピッコロ、99。ピッコロ、100。1、お湯を入れて3分待つ。2、お湯を捨てる。3、麺を拾う。4、食べる。失敗しとるやんけ。食うなよ、3秒ルール。どんどん、いそのお野球やろうぜ。どんどん。何これ怖い。最古中島、その時すでに、彼はこの世を去っていた。まるで。室内で、ルーラ唱えたみたいだな。しかし、天井に頭をぶつけた。ルーラ、ブヘラ、セヤカテクドウ、天井の足跡はどない説明すんねん。ただいま、あなたお留守番ありがとう。火の元や水道、電気の消し忘れ大丈夫よん。助けてママー。家が週末、この始末。大きい。こりゃ立派なキャベツだな。でしょ？今朝うちの畑で、息を引き取ったキャベツよ。いやまあ、そうだけどさ。言い方、食べづらくなるからやめて。便利の限界突破。嵐を呼ぶトランクス。トランクスの意味よ。白鵬か、汚れっちまった悲しみに。本当に谷底に落とすバカがどこにいるのよ。お父さん、本当にすみません。シーンパーいないさー。この後、お父さんも落とされます。湯葉って、全然汗吸わないっすね、はは。そりゃそうだね。狂気、何は露天然。あの1000円カットの店、絶対許さねえ。バッキーマウス。これは怒っていい。逆に1000円なら安いわ。え？今日から夏服？かわいい。あるある、よく見たら腕だけ夏服。半額セール品をゲットしたぜ。半額物理。目玉の親父用か？おい、来たろう。急に写真撮らないでよ。私今絶対変な顔してた。免許の更新に、面倒な奴が来た。でも、可愛いから許す。確かに面倒だが許す。可愛すぎか。社会のほうれん草は、報告、連絡、相談。ではニートのほうれん草は？放屁、連発、爽快。くっそわろた。爽快でとどめ、真の自由だ。聴力を失っても作曲を続けるベートーベンを見て、モーツァルトは、本当は聞こえてんじゃね？と思いました。ほな、サムラゴーチやないかい。せやな、草。避難されている方々は、私の頭を見て、貴重な食事を吹き出すなどの被害に遭うのではないかと。フンパンヘッド。わかってんならやめろ、二次災害だ。あれだけ言われれば世の中嫌になるよな。僕なら死にたくなるね。しずちゃんにさよならと伝えて。まさか、自殺？盛り上がってきたわ。ヤジ馬根性やめろ。最低だな、安定のひどさ。初めてモグラ見た。喜びすぎで草。確かにテンション上がる、子供か。
さあ願いを言え。どんな願いも一つだけ叶えてやろう。え？もう一度言ってもらえますか？ああ。ウルトラバカ、ではさらばだ。あれ？お弁当に持ってきたゆで卵知らん？目と入れ替えやがった。めり込むゆで卵、何してんの？大丈夫か森崎。怖い。あいつ、わざとキーパーの顔面を狙ったな。でも、なぜ？さすがに、ちょっとやりすぎだわな。そうだよな、ひどすぎる。諸見里だ、くっしょはよた。隣の病院のせいにするぞ。はい？ひどい。はい、じゃねえよ、医療崩壊。貴様には、貴様の乳酸菌。優しいじゃん。あ、はい、ちょっと悔しそうなのすこ。初対面だが、俺はすでに君のことが嫌いだ。バイトの面接官が鬼。無残、鬼だな。面接官滅の歯、第一印象大事よな。